本当短かったと思うんですけど、もうめちゃくちゃ緊張して。いやいやいや、俺がもう2年目のプレゼン能力ですよ。あのね、この1年の初心者にも分かりやすい。初心者に、うん、はい。緊張してる感じ。すごいですね。さあ、今週の競馬の穴場 YouTube 版ですが、朝日杯フューチュリティステークスの予想と参りましょう。そして今日は新人アナウンサーの斉藤慎太郎君です。どうも初登場。よろしくお願いします。競馬の穴場初登場。どうでしたか、オンエア。いや、もう5分、10分くらいですか、本当、うん、短かったと思うんですけど、もうめちゃくちゃ緊張して手汗が止まらなかったです。ガチガチでもうかかいわゆるかかってもう噛みまくってたね、はい、でもまあね、はい、これが通る道ですから。そうですね。さあ、そして篠原さん、はい、先週は阪神ジュベナイルフィリーズ里野レイナス、惜しかったね。惜しかった。もうでもソダシもね、はい、でもソダシがね、はい、白毛のソダシという見てたかな、真っ白な馬が買ったんですよ。そうなんです、かっこよかった。これがね、あのしのちゃんのしのしのりなの里野レイナスと、ひびちゃんのソダシがもう本当に花さの競り合いで、一瞬あの里野が勝ったかなと思ったら、最後の最後ソダシが勝ったと。これソダシが歴史を作ったね、白毛初めての G1 制覇。私の確かね、馬はオパールムーンは来てましたけどね、ちょっと残念でした ね、すいませんでした。じゃあ今週の予想なんですが、斉藤君はまだ競馬はそこまでやってない。そうですね、うん、ジャパンカップ1回だけです。1回だけ、はい、どっちかっていうとサッカーだからね。そうですね、サッカーだけしかやってない、うん、サッカーだけそうだね、サッカーしかのこと言ってたけど、本当に、うん、一応ね、はい、でもこのそのビギナーズラックを期待してちょっと予想いきましょうか、はい、せーの、はい、ドンと3頭出ました。私がですね、ショックアクションという新潟2歳ステークス、重賞を勝っている、まあ、そして新人の斉藤慎太郎は、はい、私はドラモンドです。ドラモンド、はい、武豊騎乗ですね、はい、そしてしのりな予想、レッドベルオーブと、うん、お今日は帝王ダヴィンチ、おー2頭挙げてきました。ちょっと後で聞きますが、ちょっと私のこの、はい、ショックアクション、これもまあ人気の馬1頭になると思うんですけども、うん、お父さんがグレンイーグルスと、これアイルランドサンバなんですよ。サンバというかアイルランドで生まれた馬、これアイルランドから来て生まれた馬2頭います。マルガイっていうんですけど、2頭いるうちの1頭で、もう1頭はねブルースピリット、これもちょっと注目してるんですけど、この馬の子供ってあんまりいないんですけれども、ちょっと私この馬のお父さんに惹かれて、お父さんのお父さんはガリレオという、ガリレオ、これでも新潟2歳ステークス勝ってますから、これも圧勝してますんで、強い馬だと思います。4ヶ月の休み明け、ここだけがポイント、ということになります。休み明けどうかっていうところですね。そうですね。じゃあ続いて、私ドラモンドなんですけれども、はい、まあ、ちょっとわからないので、はい、先輩に聞きました。はい、で聞いた先輩が、うん、まず、熊崎さんなんですけれども、うん、熊崎アナウンサーは、こうメールで長文で送っていただきまして、まず、一番人気のレッドベルオーブは外しようがないかな、うん、他の馬も人気あると思うけど、ちゃんと読んでね、すいません、ごめんなさい、ここがポイントだからね、そうですよね、で練習したからね、レッドベルオーブ、うん、そして人気以外だとショックアクション、うん、人気、私のこれ、はい、人気以外って一応人気になると思うんだよね、ちょっとは、ね、ちょっとは人気になると思うんですけど、あれそうですね、と、うん、いうことで、うん、これが一応いただいたもの、うん、そして今度もう一方、喜入アナウンサーからも意見をいただきまして、はい、そうすると、まあ、こういう形ですね、こう、うん、もう本当ワードで送ってきていただきまして、うん、これ、はい、まとめますとですね、ポイントは誕生日ということで、うん、馬の生まれ月を過去5年で比較すると、うん、生まれ月か、はい、生まれが早いほど成績が良いんだそうです、まあ、まだ若いから、そうなんですよ ね、はい、早生まれというか、ね、早生まれ、そうだね、諸説ありますが、うん、馬の2歳は人間の13歳、うん、馬の3歳は人間の17歳に相当、うん、はい、つまり2歳の馬にとって1ヶ月は人間にとって4ヶ月に相当、うん、だからもうそれほど大きいってことですよね、うん、その違いが、うん、で生まれが早い順番で並べると、うん、ドラモンド、アスコルターレ、帝王ダミーチと続いていく、うん、っていうこの3頭でまず選ぶとして、うん、今年の中央競馬のキーワードは何といっても初ということで、うん、はい、まあ、初の牝馬三冠デアリングタクト、うん、初の芝 G1 9冠、うん、アーモンドアイなど初がまあ多いということで、うん、今回は武豊の初朝日杯制覇、うん、ということで私ドラモンドと、そして、熊崎さんの、ショックアクションで、うん、どっちにしようかなって迷ったんですが、うん、あの
清原さんが触覚賞にしましたんで、うん、私ドゥエラモンドに出しました。ちょっとただ立たない言い方をしましたね、はい、皆さんどうでしたの今日のこのプレゼンの大丈夫ですどうでしたね。本当初回のプレゼン神々ですよね。ドゥエラモンドそんな形で、うんうん、ドゥエラモンドでよろしくお願いします。はい、ドゥエラモンド、はい、キーレさんを取ったってことですか。キーレさんを取ったっていうことですか。どういうことかな。そういうことじゃないです、うん、一応熊崎さんも先輩だけど競馬実況歴も熊ちゃんの方が大先輩なんだけどね。もうあのお二人に一生懸命考えていただいて、うん、時間がない中ね、うん、一生懸命考えていただいて、うん、その中で、うん、まあ、いろいろな兼ね合いもありまして、ドゥエラモンドまあ兼ね合いもね、はい、かぶらないように、はい、かぶらない配慮したんですね。そこもあった、はい、いかがでしょうか、はい、大丈夫ですか。これはまあでもビギナーズラックあるからね、はい、はい、当たるかもしれない、はい、まあでもこれも人気の一頭だから、ね、はい、多分3番人気とかぐらいになるかな、はい、さあしのりな予想、はい、いきましょう。トラ予想ドン、はい、ドンこちらですね、レッドベルオーブ、今名前も出たレッドベルオーブという馬が出てきました、まあ、こちら の, あのフューチリティステークス、はい、今回の、テーマというかポイントはですね、はい、うん、前 の, あの阪神のジュベナルフィリーズと、はい、ポイントとしては同じなんですね。同じ距離、はい、ね、同じコース、だけですもんね、はい、はい、ということでまずポイント1が前走2着以内、はい、これは前のレースでやっぱり2着以内に入ってる馬というのが、うん、過去10年の3着以内の馬の中で30頭中26頭が、うん、ほとんどね、入ってるということで、まあ、これは必須の条件かなと、はい、で、まあ、さらにその勝ち馬だけ見ますと、さあまたこちらこの1着の馬っていうのはですね、前走全部1着なんです。おだから、まあ、やっぱり本命にするって考えると、うん、前走1着じゃないとこれが条件また絞られてくる、はい、うん、感じですね、うん、で、次に前走 1600m のレースを走っているか、はい、ということなんですけれども、はい、これもですね30頭中23頭が 1600m 以上の経験があるということで、うん、1着また勝ち馬に絞ってみますと、うん、16頭中8頭が前走 1600m のレースを走っていると、うんうん、いうことなんです。それから、前のレースと同じですけれどもキャリアですね、はい、キャリア3戦以内、うん、これやっぱりローテーションというところですけれども、うん、ここまでのポイントでですね、はい、実は5頭に絞れまして、はい、レッドベルオーブ、ステラベローチェ、うん、ドゥラモンド、ショックアクション、うん、帝王ダヴィンチということになります。帝王ダヴィンチがそこに入ってくるんだ。そうなんです。で、ここでなぜじゃあレッドベルオーブにしたのか、うん、ということですけれども、サンデーサイレンスの直系子孫、はい、それからディープインパクトの子供というのがもう非常にいい成績を残しているんです、うん、で、この表なんですけども、これが過去10年の3着以内の馬ですね、うん、で、この濃い赤がディープインパクト3区なんですね、うん、多いですよね、うん、で、この赤いのがサンデーサイレンス系ということなんです。で、これ数としては30頭中12頭がサンデーサイレンスの直系子孫、うん、そしてディープインパクトの子供は過去10年に10頭走ってるんですけれども、うん、その中で6頭が3着以内に入ってるんですね、うん、すごい、これ結構すごい確率ですよね、うん、ということで、今回この5頭の残った5頭の中ではディープインパクトの子供であるレッドベルオーブに本命をしたということなんですよ、うん、新人の斉藤君の分からないことだったら全部聞いて、はい、いや今のところ分かってます、ね、分かったすごいさすが、はい、いやいやあの俺がもう2年目のプレゼン能力ですよ。いやいやあのね、この初心者にも分かりやすい、ね、はい、すごいですね。ということで、はい、で、この爆弾帝王ダヴィンチ、爆弾帝王ダヴィンチ、はい、帝王ダヴィンチなぜかっていうところで、うん、はい、まあ、実は帝王ダヴィンチって2歳の未勝利戦で未勝利勝ったばっかりなんですね。なので、うん、ちょっとなかなか人気としてはどうなるかっていうところなんですけど、はい、血統がいいんですよね。血統、はい、大和メジャーの子供 で、うん、であと母親がノーザンダンサー系なんですよ。そのノーザンダンサーっていう、わかりますか斉藤、すいません、わからない、馬がいまして、ノーザンダンサーっていう、はい、大種牡馬がいまして、はいはい、で、その血統を持っている、馬がお母さんの系統だと、うん、結構成績がいいんですよ。そうなんですね。そうで、これが、母親がノーザンダンサーの直系子孫である馬っていうのが、はい、この3着だった過去10年の30頭中8頭が母親ノーザンダンサー系、うん、血統表っていうのがあって、うん、その中にあの遡っていくとノーザンダンサーっていう馬がいるっていう感じですね、うん、すごい教えて篠原さん、はい、ということで、まあ、ダイワメジャーも、まあ、いい成績残してますから、うん、はい、3区が、うん、ということで、まあ、血統としてはテオダヴィンチ、うん、ちょっともしかしたら波乱巻き起こす可能性はありますね。そうですね、はい、それ手を送るとかなり大きいかな、うん、レッドベルオーブもね、はい、まあ、人気ですから、うん、この2頭、あと斉藤慎太郎君は勝負服のね、はい、色でも
そうですね、ちょっと選ぶって言ってましたけど、出た。一応私も塗ってきましたけど、あの見よう見まねで塗ってきたらしいんだけど、ちょこちょこずれてたり間違ってたりすると思うんですよ、うん、本当見よう見まねにやってるんで、これ一応あの私の33年のキャリアあんま変わんないかな。いやまあまあまあ、ね、これが正解なんですけど、はい、これがまあちょっとずつ違いますね、うん、やっぱり。でほら、ね、やっぱりほらマリノスユースだからトリコロールを選びたいと。そうですね、どうこれやっぱりこの純ブルースカイ。純ブルースカイ。そうですね、この辺り穴で。あとはまあでも、うん、ドゥラモンドも。ドゥラモンドも白ないですけど、ちょっと FC 東京っぽいですけど。FC 東京っぽいね。でもまあまあ、まあ、いいんじゃないですかね、うん、ドゥラモンド FC 東京っぽい。ということで皆さんもう一回では出していただいて、はい、果たして今週の朝日杯フューチュリティステークス、当たるかどうかというところは日曜サンデーラジオもお聞きください。藤森翔平アナウンサーがね、はい、実況します。朝ちゃんでね、須田さんと一緒にやってますけれども、はい、期待をしていただきたいというふうに思います。今週は私清原雅宏と斉藤慎太郎と篠原里奈でした。では皆さん馬券頑張ってください。頑張ってください。